おはようございます、宇治岡崎です。ですね、コンビニで先ほど見つけてきました、こちらです。じゃん、謎肉祭りビッグです。この帰ってきた謎肉の黒と白が入っているビッグバージョンということで、ペッパー醤油味のこの美味しそうなカップ麺を見つけたので、つい買ってしまいました。食べます。はい、でですね、去年ご好評いただきました謎肉祭りが、今回新たに白い謎肉も入って帰ってきました。豚肉ベースの謎肉と鶏肉ベースの白い謎肉をダブルでお楽しみくださいとのことです。すっげー楽しそうなあのパッケージとなっております。そしてね、でかいんですよ、顔ぐらいある。いやーと、まあせっかくなので YouTube を始めて、5月5日に YouTube を始めまして、で、まあ5ヶ月目、めでたく5ヶ月目となりました。で、昔してたんですけど、この七味唐辛子をカップラーメンに全入りして食べてみるというものをの5ヶ月前に試しました。で、5ヶ月後ちょっと私のベロは成長したのかというのもすでにね、検証してみたいと思います。じゃあちょっとお湯を入れてきます。シール、いけますね。てってれてってって、わあ白と黒の感じがいっぱい入ってる、いっぱい入ってる。わあ、かわいいね、なんかかわいいね、癒し系だね。いい匂いです。よし、じゃあちょっとお湯を入れてきますね。お湯を入れてきました。謎肉祭り楽しみだね。うん、3分経ったかな、3分経ったかな。3分待ってたら長いよね、3分。はいはい、ということで3分経ったと思います。楽しみだね、謎肉祭り。よし、それでは早速まず開けてみようと思います。てれれってて、あー、わー、いい感じにあのお肉がふやけて、白と黒でいい感じ、こんな感じ。うわー、ラーメンだ、ラーメンだ、高まる。ちょっと混ぜます。ちょっと一味唐辛子を入れる前に謎肉がね、味が違うのかちょっと食べます。これが黒、いただきます。うん、おいしい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 です。じゃあ白いのいきます。おいしい、おいしい、おいしいどちらもおいしいですまあじゃあ早速この七味唐辛子、せっかくなんでね、入れてしまおうと思います。いきます。はい、空っぽです。こんな感じです。ちょっとね、ペースト状になってますね、上の方は。結構ね、食べてきたんですよ、激辛のものを。今まで YouTube を通して5ヶ月経ったんでね、これぐらい楽勝でいけると思います。あー、色はこんな感じです。でもね、匂いは全く変わらずいい感じではないでしょうか。ただちょっとね、めっちゃ寒かったんで、ホットの特茶を買ってきてしまったんですよ。ホット、なんか、あ、辛くてヒーってなった後になんか炭酸でぶち込むとかができないんで、ホットトゥーホットになってしまって、ちょっとすごい、それがね、どちらかといえば不安です。まあ、じゃあちょっと早速食べてみようと思います。
ドロッドロしてる、ドロッドロしてる、ドロッドロしてるよ。全然癒されない。一味唐辛子一本入れて食べるって言ったの。ちょっと待って、本当に辛い。ちょっと足します。これ絶対辛いやつや。汗がすごい出てきた。半年前とやってること何も変わらない。汗がすごい出てきた。あ、お水入れたら全然、あ、そっか、あ、辛いけど許される。お水の力さ、お水の力すごい。食べ進めてはいるんですけども、顔がテカってきたし、もうこの縁についた一味の量がすごいし、この頭の中の汗がすごいですね。あとね、一つ言えることは、もう謎肉どころではない。苦い、あー、謎肉美味しいんだな、謎肉。これ食べても食べても減らないと思ったらさ、これさ、ビッグでしょ、ダブルでしょ。あ、ビッグだもん、これビッグだからさ、でかい。もうお腹がいっぱいになってきたんだよな。まあ、しかしながら食べきります。熱い熱い熱い。あとこれぐらい、あとこれぐらいですね。全然これで1食分ぐらいあるんじゃない、おにぎり1個分ぐらいあるんじゃないかってぐらい麺がふやけてきました。いや、これふやけた麺も要するに辛いです。暑い、辛い。汗がね、汗がすごい出てきてる。ああ、なんか口の中のね、あの全ての感覚が研ぎ澄まされて、特茶ですら苦く感じるんだよね。なんかあれおかしいな、甘く感じるはずなのにね。なんかすごい舌の器官が全部、
ャンネル登録者数とかがね増えて、もっとカニャンが売れたらもっといい壁紙を買うんだ。ガムテープで留めてるのね、落ちるね。最後かな。はい、多分おそらく麺最後の一口です。あっつい、あっつい、麺がなくなったので謎肉を仕留めにかかります。めっちゃ入っちゃった。ということで、全謎肉完食です。もう何もないはず。はあ、美味しかったです。辛い。あーでもね、暖房冷房ガンガン入れてるせいか汗の量がまだマシなんですけど、ここら辺が ここら辺がもうチュルチュルです。今日1日分のねカロリーを全部使った感があるね。はい、ということで、あ、もう暑い。はい、ということで、ごちそうさまでした。謎肉祭りでした。祭ってたね、本当にめっちゃ大量に入ってたお肉さんが。もうお腹がいっぱいです。激辛ってね慣れていくもんだね。でもね、本当に最初よりマシです。だいぶ、もう前はもうね、ほんとやばかったけど、ちょいちょいマシになってきました。ということは、1年後ぐらい、あの宇城和樹 YouTube 1年突破っていうところにはもうちょっといってんじゃないですかね、辛みが。ということで、今後とも引き続きよろしくお願いします。はあ、それではありがとうございました。宇城和樹でした。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではありがとうございました。また明日。離れ離れて狂い始めた失う過去未来を戻れ戻れ今宵尽きるまで果てなき恋花火